オウムに入信した若者の中にはこんな女性もいた。彼女の消息を探るとたどり着いたのはある小さな島だった。彼女は通訳として傍らでいつも朝原を見つめていた。自分の方が5つ年上だったが朝原を尊敬していたという。本日オウム真理教と多摩法弁護団は法案審査委員会宛てに私の回答書と出家信徒ほぼ全員の陳述書を提出いたしました。村岡達子、朝原の逮捕後には残された教団のトップとしてメディアの前にたびたび登場した。まあ、自分がの役割というのは、まあ、教団の顔になることだったと思うんですけど、まあ、決めたら結構、もうやるだけみたいな感じではありましたね。そんな村岡がカメラの前で初めてオウムに入信したいきさつを告白した。高校時代から満たされない気持ちを抱いていたという村岡。大学でもそれは変わらなかった。30歳で結婚、しかし家庭に入る生活に満たされることはなく結局離婚。人生を変えたい、心機一転アメリカへ。そんな時村岡の心の隙間に入り込んでくるものがあった。朝原の本だった。ああ、これ新興宗教だ。嫌いなんだよなこういうの。変な人。新興宗教すごく嫌だったので、なんかその本をこう自分が取って見てるのを人が見るのさえこう嫌だっていうのがあったけど、すごく興味があったので、物事に偶然はないっていうのをやっぱ自分も感じてたので、あ、これは読めってことかもしれないと思って。そこには今の自分を変える方法、真の幸せをつかむ手段などが書かれていた。これが人生を諦めかけていた村岡の心を捉えた。そして読み終わった頃、ああ、ここに私の求めてた答えがあるって思って、本当に涙で。今回は少しみんなが興味を持っている霊的な話をしたいと思う。精神世界への関心とともに朝原への憧れも強くなっていった。それからエネルギー、朝原祥子ってどんな人なんだろう。足はオウムの集会に向いていた。こんにちは。こんにちは。ようこそオウムへ。入信したいんですが。そうですか。どうぞこちらへ。はい。初めて見るオウムの修行は異様なものだった。オウムグルとしばしに帰依いたします。昨年その下達へとお導きください。お待たせしました。ではガージャカラニーの修行を行います。これは塩水です。全部飲んだら一気に吐き出してください。これを飲んで吐く。頑張ってください。これはいい機器なんですよ。そして
あの男がついに村岡の前に姿を現した。オウム真理教教祖朝原彰子。では順番に一人一人壇上に上がってください。はい。道場開きだったこの日、信者が朝原に触れることができる特別な儀式があった。はい、次、はい、次。儀式というにはあまりにも味気ない。村岡は期待を裏切られる思いがしたという。ところが自分の番が回ってきたその時。え、一瞬しびれるような感覚が村岡の全身を貫いたという。すごい。言葉では言えないんですけど、あ、全然機械的じゃないって、やっぱなんか伝わってきたものがあって、一種やっぱ感動っていうんですかね、満足感っていうんですかね。そしてのたっちゃん。お母さん、私出家することにしたから。出家？うん。オウムへの出家を決めた村岡は準備を始めた。まず出家に必要なのは過去を全て捨て去ることだった。持っていけるものは最低限の衣類などを入れたみかん箱2つまでの荷物。それ以外はすべて教団にお布施しなければならなかった。そんな娘の姿を見て母は、だったらお母さん、出家のことはよくわからないけど、その方のところにお嫁に行ったと思うことにするから。この時の母の寂しそうな姿は今も忘れられないという。出家した信者には過酷な修行が待っていた。それは命がけのものだった。後に朝原の側近となる村岡達子。彼女が向かった先はこの年完成したばかりのオウム真理教の総本部。信者たちはここで生活しながら修行に励んでいた。教祖の朝原に認められれば階級が上がり待遇も良くなる。いわば階級社会だった。ヨーガでは心の安定、そして精神集中力はクンバカに比例するとされています。水中における修行の内容は常軌を逸していた。水中で息を止め続けたり、朝原の脳波と同調するため頭のヘッドギアに数ボルトの電流を流されたり、さらには土の中に埋められ酸素がなくなるまで瞑想を続けるものなどがあった。この頃から朝原の海外渡航に同行し通訳をするようになっていた村岡。その中で失敗し落ち込んだことがあった。そのように変更します。みんなそれでいいね？はい、はい。そんな村岡に対して朝原が、こっちに来なさい。私ですか？すると優しく抱きしめこう言ったという。お前はプライドが高いからな。
朝原が差し出したのは自分の好物のメロン。ありがとうございます。信者の性格に合わせて態度を変え心をつかむ、その術を朝原は心得ていたのだ。すべてをやっぱり分かってもらえてるっていう安心感かな。そして村岡が入信して2年目、サマナ番号172番、村岡達子、ホーリーネームウッタマー。はい。村岡はホーリーネーム、つまり教団内である一定の地位になったことを示す名前を与えられた。頑張りなさいよ。ありがとうございます。ウッタマー、それは釈迦を慕っていた女性の弟子の名前から取られたものだった。これからウッタマーとしてさらに修行に精進します。朝原将校は年上の村岡達子をどう見ていたのか、その音声が残されていた。私が村岡さんから何を学ぶかというと、やっぱり それだけ語学を一生懸命やったと、そして身につけていると、もっともっと英語を学んで、やっぱり外国の人にその救済の手を差し伸べるような努力をしなきゃいけないなという心はやっぱり持っているね。どうもありがとうございました。はい。誰よりも好きだった人だし、尊敬してたし、普通の人間の言葉では測れない尊敬の度合いだし、生きる意味を教えていただいた、まあ、かけがえがない人。村岡にとって朝原とはどんな存在なのか。事件の首謀者の部分は自分の中ではほんの本当に一部、誰よりもその弟子の一人一人が思ってると思うんですけど、誰よりも自分のことを分かってくれた人。本当に菩薩というのは宇宙に存在してるんだなって、生身で存在してるんだなっていうことを実感させてくれた人。朝原教祖は菩薩。そう、菩薩と思います。